よし、じゃあ、ラスト3本目。ラスト3本目。お願いいたします。はい、お願いいたします。じゃあ、オープニングからいきますね。はーい。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオの時間です。 MC はサッチーとミキサーのキャント。先週に引き続き、言えてない、言えてない、陸海空でーす、この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいってことで、怒涛の3本連続。初じゃない？ 3 本。3本は初めてですね。だからね。初。俺もいっぱい飲んでるからね。だからよ。だからよ。はぁな。だからはぁもうよ。はぁもうって言ってない。番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、きまぐれ@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウント FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてこすってくださいね。ということで、3本目の曲名何だったっけ？すっぽかしちゃった、私。じゃあ、思い出した。大丈夫ですか？曲に行きたいと思います。はい、お願いします。エレファントカシマシで、僕たちの明日でしたっけ？俺たちの明日。俺たちの明日です。どうぞ。やるなよ。もうトンチンカンになっちゃうじゃん。あ、そっか。埼玉のお子さん3月2日来るんだ。うん。奥さんに？うん。何しに？きんぴらごぼうの単独ライブって。ほう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 。きんぴらごぼう。うん。あの二人な。うん、二人。確かに気に入らない。土曜日？ん？土曜日？土曜日、3月2日。オリジンのあれじゃないの？オリジンは、国際通りの。あれは、第4ぐらいじゃなかったか？第4だから、最終ぐらいの、23ぐらいだぜ。3月だったら。土曜日。テンプスか。テンプス。テンプスか。うん。あ、言っといて。言っといて。何を？私、小刻みのモーリーがいたよ。すぐハグしてくれるよ。ああ。あれ、最高だよ。小刻みのモーリーさん？小刻みのモーリー、最高だよ。前あったね。あの車で偶然、あれ最高な芸人だと思うよ俺は。若い時めちゃくちゃイケメン枠でしたけどね。誰？もう森？はい、アナデブになってるんだけど若い時の映像見たらめっちゃかっこいい兄ちゃんやんと。まあサーネー遊んでるけどねサーネーさんは今日なんかあちこち行ってるな。あちこち行ってるね、最近ね。何で呼び捨てやねん。ね？サーネさん？あ、俺の方が年上だからか。うん。会ったことないけど。誰？サーネさん？うん、10回ぐらいやってるけど。会ってるんかい？あ僕の行きつけの洋服の、うん、買ってるお店の店長さんが、はいはい。サーネさんの義理のお兄さんです。金次郎。金次郎。金次郎。だった。いや、あ、ギリ。ギリのお兄さん。ギリか。奥さんのお兄さん。
ああ、そうなんだ。へえ。だから、あの、よく会議行ったら、サーネでお仕事したことあるとかって言われるんですけど、まだ会ったこともなくて、つって。私、あれだな、まだお笑いライブ行ったことないんだよ。ま、今回、あ、今度、テップス行くか？行きたい行きたい。うん、値段も安いし。安いって言うなや。あんだけ、ああ、鈴鹿サーキットか何かの。いっぱい出るしね。ベンビーさん、卒業3月じゃないの？ベビーやん。いらんのかい。そう、ベンビーさん内地行くんですよね。うん、そうそうそう、4月から拠点が東京になる。すげえ。俺の予想ですよ。ヒゲも生やし始めてるから。大河ドラマ来てるんじゃないか。ああ、すごい。読みが。僕の予想ですよ。はい、僕の予想ですよ。あ、でも可能性はね、ありますね。俳優としてなんとかかんとかって言ってたから。うん。綾橋とか今やってるさ、うん、テレビで。うん。あの流れで NHK ドラマで沖縄のドラマが始まるんじゃないかみたいな。時代劇系はだからひげ伸ばせって言われてる。うん。僕の予想ですよ。はい。バレたか、ベンビー。バレたか、ベンビー。ベンビーさん、ベンビーさん、今生放送中。ワンデーだよ。ワンデーだよ。僕の予想ですけど。ヒゲが生えないんで、一生呼ばれないですね。なんとか脱毛したんですね。いや、元。元々生えない。元々生えないですよ。でも、あの、青くはなっちゃうんで、もう今もう抜いてます。抜く、はい、痛い。でも、鼻で抜きすぎたら鼻水止まらなくなるよ。さっきも同じこと言ってた。さっきも言ったか。言った。鼻毛は大事だよ。鼻毛は抜かない方がいいですね。うん、鼻毛は大事だよ。大事だよ。こう、フィルターだからよ。うん。鼻のでしょ？鼻にも、何とかウイルスとかの、うん、うん、うん。鼻毛は大事だよ。だね。頑張ろう。これ誰か歌ってるの？エレファントカシマシ。カシマシは。絶対言いたかったやつだ。絶対言いたかった。ごめん。言っちゃった。でも、あの、僕も大好きなんです、こういうの。あの、ダジャレ一番大好きです。師匠と言いますね。親父なんでってもう50も近いからね。家で毎日こんなですよ。僕も40近くなりました。私も40、今年40ですよ。こっちは奮起をしてるんだよ。そう、まあでも言うてもなんかあんま自覚ないですけどね。うん、俺とこいつが、こいつ扱いされてた。俺とこいつの子供が生まれたら、どうなるの？で、フラーが出てる。フラーって。はい、じゃあ間もなく曲が終わります。はーい。お聴きいただいたのは、エレファントカシマシで、俺たちの明日？明日でした。まあ、もよ。では、早速今週のテーマに行きたいと思います。どうします？今週のテーマは、フリーです。なんでよ。絶好調、絶好調。誰が？リクさん。気に立ってないで。なんでよや。なんでよや。キャスの方が来てますので、紹介したいと思います。お願いします。埼玉の郷さん、こんばんさっちー。こんばんさっちー。テーマでも来てますね。こんばんは。テーマフリー。来月、再来月と起床しますが、これは貴重な意味。思った気象です。なので、短期にいろいろ決めないとなりません。うわ、何してるか。
報告できると存じます。あ、なんだろう。なんか報告するのかな、うん、埼玉の郷さん、リークさんって。はい。埼玉の郷さんが、あ、さっち、3月2日のきんぴらごぼうの単独ライブ行くから、1泊2日で沖縄入りしますよって。一人で来るみたいですよ。たかが、きんぴらごぼうで。たかがって言うな。そんな。あ、ぴろんぴろん下田とのや、ヒゲとか引っ張って遊んでる人だよ、これ。遊んでるんかい。沖縄大好きさん、3度目の今晩サッチー。今晩サッチー。あ、ごめん、飲んでた。そうそうそう、オフトークで、私一回もお笑いの、このライブに行ったことがないっていう話をしたんだけど、うん。連れてってくれるかな？いいと思うで、番組変わってるでしょ。わざと言わした。わざと言わした。番組変わってるでしょ。わざと言わした。楽しいですよ、お笑いライブ。行きたいな、行きたいな、うん。でもよ、うん、俺なんかデビューになるとよ、うん、構えてしまう。うん、ね、思わない？ありますね。ちょっと構えてしまうわけよ。はい、うん、学校の先生みたいなのが。あー、そうなの？うん。僕毎回サングラスかけてこうやって。なんかね、なるよね、学校の先生みたいなのでね。意外とサングラスかけたぐらいがちょうど見やすくて。あー。照明がめっちゃ書かれてるんで。はいはいはい。一回ツイートされたことがあります。隣ぐらいに座ってた女性に、ツイッターで、隣のこわもてのお兄さんも、もうすごい爆笑してて、安心しました、みたいな。俺、こわもてって思われてもいいや。あら。でもよ、うん、このコラボってあるさ、コラボっていうか、何？ぐしゃぐしゃにして、うんうんうん。お笑い芸人、お笑い芸人、ぐしゃぐしゃにしてから、うん。鈴鹿サーキのサーキ、うん。で、きんぴらごぼうの、死に、ガリーゴア。ガリーゴアって、誰ね？細いやつよ。知らない。あ、わからん。俺もわからん。忘れた。どっちも細いですけどね。メガネの方ですか？なんか知らんけど、二人やったら、これ MC やってたんだけど、拍手ぐらい。へぇー。上等だった。きんぴらごぼうは、大河くんも森光くんも、かなり器用で、どっちもいけるタイプなので、どっちか分からないですね、他の人聞いてもやっぱり。分かんないですね。MC が、MC っていうか、あれが、上手だった。あ、トークが？うん。うん。肝も座ってるので、全然、うん、気遅れなく他の人いじっていきますからね。うん。そうなんです。一応。一応？うん。うん。メールが来てますので、紹介したいと思います。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、リッカイクーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。どんな声よ。何が？沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、ウリーではなく、フリー、そんな僕のフリーエピソードですが、今、沖縄では、アマワリのドラマが放送されてますよね。うん、やってるね。やってるね。うん。沖縄の歴史がもともと好きな僕にとっては嬉しいですね。しかも、アマワリに関しては僕も、現代版組踊りをやっていたので、ほう。うん。通じるものがあり、実際に、キムタカのアマワリの舞台を見に行ったので、ドラマではどんな展開になるか気になるところ、演じている、佐久本宝くんは実際にキムタカのアマワリでは、アマワリ役をやっていったので、さらに楽しみです、と来ております。そうなんだ。文章長い。うん？あ？ちょうどいいぐらい。あんたはよ。うん。文章長いよ。でも、気持ちは分かった。うん。アマワリを、俺なんかも見てるな。アマワリ見てるね。見てるね。でも、新一郎のお父さん？うんうんうん。ああ、名前は知らないけど。うん、名前は知らん。慎吾さん。慎吾さんですね。ああ。上手だね。ね。びっくりした。荘園王。うん。前回は荘園王メインでやってて、その若かりし頃今回やってるって
順番逆なんですよね。ああ。これが面白くて。はい、面白いね。はい、だから、少年を見てると、まさきさんが出てる役もあるんですけど、うんうんうん、今回またそれもなんかちょっと繋がってたりするんで、結構面白いです。あれドラマ面白いね。面白い。なんか、キムタカのあまわりの現代版の組踊りのやつ。舞台か。あれ、実際に見に行きたいなと思うんですけど、なかなかタイミング合わなくて見に行けてないんですよね。でも、うちのおばさんいるじゃん。親戚の。あれ、ジューブ、ん？あれ、おばあか。ジューブが上手なの、おばあか。おばあちゃん。おばあちゃんじゃなくて、おばあちゃんの娘の方。ああうん。は何回か見に行ってるんで、見に行った方がいいよって勧められるんだけど、うん、なかなかタイミングが合わない。あんな人な、昔のやつを落ちてからな、うん、で、家族にコカ・コーラ落ちてたりな。コカ・コーラって。コカ・コーラの缶とか落ちてたりするさ。ああ、落ちてるね。たまに。たまに。キムタカの、ま、あまわりが始まる前に、はいはい、この、ま、演出されてる平田大地先生。うんうんうん、が、やってたワークショップに僕参加して、ミュージカル一回やってるんですけど。おー。で、だからその時に、めちゃくちゃお世話になったんで、はいはいはい。いつかこの、今やってるこの仕事で、まあ、大地先生にまたお会いして挨拶するっていうのと、うん、あとその時一緒にだった、ディアマンテスのアルベルトさんとかに挨拶したいなっていうのが今の目標です。はいはいはい、大変お世話になりましたっていう。すごい。いや、もう目標があるっていうのは一番いいことだよね。うん、いいことだね。聞かんのかい？待てい！俺の目標とか聞かんのかい？後で聞くよ。埼玉の郷さん、キャンチーテンブスに、喫煙所はあるばーって。ここだけの話なんですけど、地下駐車場の入り口すぐ横にこっそりありますんでね。あるんだね。はい、私、テンブス、すらなかなか行く機会がないというね。うん、南部に住んでるのに。お前もともと仏だからな。意味わからん。ああ、テンプスあらな。もともと仏。なんで俺が、うん、なんでよや。なんで俺が説明したいの。なんでよや。このご時世にルッキズム。なんかいろいろ来てるんですけど、埼玉の郷さん、リクさんは僕と同じ年ですもんね。今年38歳。だっけ？リク8歳でちゅう！出た、うん、出たあのさ今日さうーん終わりかよ終わりかよ終わり。ちなみにリクは3歳って言いようとしてたんだけど、さっき。うんうん、やめたの。うん、な、あんあんまり、いい。なになに止まるだろう、会話が。早く行け。行けじゃないよ、いや。ちなみに近い、でも夜流れでも、あれじゃなかった？ FEC とかよくやってるんじゃない？うん、夜流れ、新幹線もいっぱいいるけど、知らん。知らんのかい。俺ヤンキーだから。あ、そうなの？あ。ラジオ投稿するのは真面目。キャラ？キャラばっかりだから。キャラクターね、うん。キャラクター大事よね。ヨナバルのラジオリスナーは知らん。ラジオリスナーじゃない。FEC ってあれさ。あ、え？なん、だから、あれはハイバルだろ。ハイバルだけど。山城友次だろ。うん。そう。知らん。うん、たまにやってるじゃん。どこだっけ？あっち。役場の隣のホール。なんとかホール。わかんない。私も夜中来てまだ浅いから。ああ、最近なんかハエバルでよくやってますよね。そう、ハエバルでも、最近夜中でもやってるんですよ。うん、あ、夜中でもやってるんですよね。そう。だから。わからん。俺の脳みそに入ってこない。ん？フラーターが遊んでるってことだろ？フラーターが遊んでる？あ？埼玉の郷さんがお笑い米軍基地かではなくて、オリジンさんとか定期ライブをやってるんですけど、そういう定期ライブが夜流れでもたまにあるんですよ。うん、地方公演ってやつですね。ですね。なんだったっけ、最近、
誰だったっけ FEC のお前あ FEC じゃないな何発生面白くないいいよいいよあの人見た誰見たまーちゃん見たうんまーちゃんじゃないあの誰だっけミキトニー見たミキトニーじゃないよなミキトニーって沖縄市出身なんですね沖縄市ですよイケトーです、うん、イケトーなの、はい、ミキトニー見たうん同じ年っていうねお前そうなんですね俺とミキトニーつなげれなんでよ握手したいなんでよんなんでよ握手してから握手してから俺のこのパワーを全部上げてあげるよ意味がわかるサイヤ人かやあ、そういえばそういえばリックさんはい会社の宣伝があるんですよねは会社の宣伝なんかあるんじゃなかったあ、言おうかうん、言ってくださいチャさん、やってもいいですかよろしくお願いしますあの、自分が勤めているデイサービスなんですけど、玉城南城市玉城前川にあるデイサービスハッピーっていう施設があるんですけど、何？2階は老人ホームになっています。2階は有料老人ホームね。うん、になっています。そこで、人員が足りなくなってきたので、遊び感覚でいいですよ。僕が全部指導します。これ、うん、興味のある方は、うちの会社に、面接来てくれませんか？面接？僕が、一生懸命指導します。もういいよ。はい。ちなみに、有限会社、ハッピー、デイサービス、ハッピー、前川で検索すると出てきます。ので、まあ、興味がある方は、検索してみてくれるとありがたいです。ま、陸海空が優しく、もういいよ。指導しますので。優しくよ。優しくよ。え、言い過ぎっちゅねん。なんかもういいよのテンションもなんか漫才みたいでしょ。はい。お願いします。よろしくお願いします。ちなみにあれだよね。何名か、リスナーさんとかもいるんだよね。うん。うちの施設に2、3人リスナーさんがいて、まあ、ラジオ、議論、FM 議論は聞いてる人いないけど。聞いてる人いないんかい。笑えや。いないんかい。でも、キャスで見てる方もいるんだよね。うん。RBCI とか、ROK は、みんな聞いてるので。でも、あれよ。あ、そう、ゴーさんが、早速、URL を載せてくれております。まあ、一応、会社の上の方に相談して、寮とかも。あ、そっか、完備されてるんだったね。うん。寮とかも完備されてるので、はい。ヤンキー、刑務所上がり、刑務所上がり、ヤンキー、何したらわからない、そういう人たちも、うちにおいで。おいでって。僕が、指導してあげますから。それはちょっと頼もしいですね。僕が教えてあげますから。なんか上から目線だな。優しくね。おいでよ。自分には何にもできないじゃないよ。こっちにおいで。僕が育ててあげますよ。以上、はい。はい。そろそろ来週のテーマに行きましょうかね。はい、お願いします。来週のテーマは、名字が佐藤さんの知り合いいますか？おめでとうか？いないよ。俺いっぱいいるよ。ちょっと待って。というのも、3月10日がオンエア日で、
ちょうど語呂合わせで佐藤を。なるほほほ。なるほほ。なるほど。うん。ということなので、佐藤さんってちなみにいますか、知り合いいますかということで。クルーザーターとかじゃないか。うん。いいよ。名字に行くか。名字に行く。うん。うん。まあ、佐藤さんが知り合いにいる方は、方でエピソードがいろいろあれば送ってくれるとありがたいです。そろそろお時間でしょうか、はい、はい。では、来週お会いしましょう。お相手はサッチーと、ミキさんのキャット、陸海空でした。また来週バイバーイ。な他のレッサーの前してみた。陸海空お疲れ様でした。すいませんでした。ちょっと、うん、暴れすぎました。すいませんでした。暴れすぎました。おつさっち、おつさっち、暴れすぎました。今頃になる感性。佐藤さんエピソード何だろう。ん、んキャスさんいるか。いる、佐藤さん、知り合い。どれにいます。いるんだ。ツイキャスコメントにも入ってる。え、うん、だろ。だから80%がいるってば。私、80% は佐藤さんの知り合いがいるって。沖縄から離れてないから、いないけど。え、どれがどれだって考えたら、僕も佐藤初めてかもしれないですね。うん。うれ。ひゃひゃ。ひゃひゃひゃ。レース始まるか。はい。なんでよ。ということで、はい、やめ。ありがとうございました。長丁場。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、皆さん、また。また。またお会いしましょう。はい。はい。なんで俺は。うん。